お疲れ様です。展開力ね。多分この展開力っていう言葉と概念に気づいたからこそ展開していこうというふうに考えれるようになる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今までね、いろんなやり取りを会話の中でする、メッセージの中でやり取りする人が多い中で、多分ね、その一つの言葉を展開していくっていうふうに捉えて、それを展開力っていう言葉に短いこの言葉にね定義づけた人ってのはなかなかいないと思うんですよ。まあ、だから発想が豊かにならないっていうことなのかなと思います。まあ、つまりその概念を植え付けることによってその概念の方向に自分の思考は伸びていくんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、この受信力っていう言葉を創価塾ではよく使いますけども、まあ、あの言われなくても受信はしてるんですよ。でも受信力をもうちょっと聞かせようよっていうふうに、あの概念と言葉をね突きつけられた時に、お、受信力か、よし、じゃあもうちょっと深く考えれるようになっていこうかなっていうふうに動機づけができるんじゃないかなと思うんですよ。でもそれがない限りは多くの人ってのは自分の基準での受信と展開しかしないので、底止まりなのかなっていうところですよね。はい、今日はね、じゃあ展開力のお話をホワイトボードを使ってやってみましょうか。 1+1=2 で、これを展開力を生かすとどうなるかってことなんですけども、無数にありますけども、こういうふうにね、ありえない数字を生み出すこともできますよね。またその他、多分こう書くのかな、ちょっと忘れましたけども、こういう書き方もあるんじゃないかなと思うんですよ。ね、漢字で書くとかね。2ってこれで合ってましたっけ？こうだったんですかね。まあこういうやつとかね。あとは、あの、1+1=2なんですけども、こういうふうに書く人もいるらしいです。こういうふうにね。まあ、つまり 1+1=2 ということだけでも完結せずにどん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 伸ばしていく、まあ、これが展開力なんじゃないかなと思うんですよ。それによって例えばこういうふうな図式を用いた時にね、この漢字違うよっていうふうに指摘してくださる方がいれば、それがまた一つのエピソードになって展開されたってことになりますし、こういう図を書いた時に、ああこれ知ってる知ってるって感じだったら、あのやっぱりこうね、その人の思い出にまで展開していくってことになるのかなと思いますよね。まあ、こういうことを無数に関連づけることによって、そのネタって尽きないのかなというところですよね。これが展開力の一つの例じゃないですかね。じゃあいってらっしゃい。